こんにちは、千佳です。皆さん、ユーレールパスって知ってますか？こちらはヨーロッパ各地を電車で周遊できるチケットになります。グローバルパスはヨーロッパ33カ国なんと合計4万以上もの都市をこのチケット一つで旅行することができます。今回は私が旅行した時の経験も踏まえてこちらのユーレールパスについてご紹介していきたいと思います。購入方法についてなんですが、ネットから簡単に購入することができます。ファーストクラス、セカンドクラスからまず選ん でプランがたくさんあるんですが、例えば1ヶ月で4日間旅行ができるパス、5日間、7日間他には2ヶ月で15日間それ以上のものもあるんですが、私が購入したのは2ヶ月間で15日間電車に乗れるパスを購入しました。それではこの2ヶ月の間にこのパス一つでどれくらいの場所に行くことができたかお見せしたいと思います。実際のルートはこんな感じです。まず出発地のパリからイタリアのミラノへ、ミラノから日帰りでベニスへ行ってそこで数時間過ごしました。その後はスロベニアのウブリアーナへ、ここからセルビアの首都ベルグレード、ベルグレードからベルガリアの首都ソフィア、ソフィアからトルコのイスタンブールへ、イスタンブールからさらにトルコの首都アンカラにも足を伸ばしました。折り返しで長旅でルーマニアのブカレスト、ブカレストから最終的にフランスのリヨンに帰ってきました。この旅行の計画に役に立つのがレールプランナーっていうアプリなんですけど、目的地と出発地を入れて検索すると必要時間であったりいろんなルートが出てくるので、これに沿って計画を立てることができます。それではこのチケットのメリットとデメリットについてお話ししていきます。一つ目はこのチケット一つで旅行ができるので楽ちんっていうところです。で、二つ目は飛行機や車と違って環境に優しい。三つ目はツアーノードに入っていないので自由自在に予定が組めるところです。デメリットとしては一つ目、プラスアルファで座席の有料予約が必要な場合があります。有料の座席予約に関してなんですが、ギリギリに行くと結構すごい列ができてて、もう時間に間に合わなかったりとか、あとはもう席が全部すでに埋まってて予約さえ取れないこともあるので、この席の予約だけちゃんと確認して少し早めに行うことをお勧めします。2つ目は寝台列車に乗ったり長時間の移動も入ってくるので結構体力が必要です。3つ目はフランスやドイツのように電車環境があまり整っていない国もあるっていうところです。私からのワンポイントアドバイスをいくつか挙げていきます。まず予定を大まかに決めて先々のホテルの予約を取りすぎないことです。これは結構電車が遅れることが多くって、その日のうちにその目的地にたどり着けないこともありました。2つ目は次の目的地が決まっているのであればその電車に予約が必要なのか確認しておくことをお勧めします。ローカル電車を乗り継いでいく方法もあるんですが、その分2倍3倍と高速電車に比べるとやっぱり時間がかかってしまいます。最後にホステルなどにも泊まってみることをお勧めします。これはいろんな国から旅行をしている方と出会うきっかけになって新しい友達を作ることができるからです。皆さんもこのユーレールパスを使ってぜひ自分だけの旅行計画を立ててみてください。もしすでに旅行された方がいたり質問などがあればコメントお待ちしております。よかったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたね。